もう僕と合同さんが共同で主催者という。また若い子たちがね、頑張ってやってほしいとは僕は思わないですよ。なんかあんな辛い思いしながらトレーニングするっていうのをやっぱりできれば僕が助けてあげたいなっていうのがあるんですよ。この競技でも生活を今後していく選手が増えてほしいなっていうところで、まあそういう競技と仕事を両立しながら生活できる環境づくりっていうのも保守的にならないでさ、やっぱり衰退してっちゃうとこもあるから、やっぱそこは新しいものを今後ももっともっと挑戦していきたいなっていうのが。ウェイトリフティングで培った体がボディービルにどこまで通用するのかっていうところを挑戦したいと思います。もちろん優勝を目指して頑張りますので、ウェイトリフターのステージングを当日楽しみにしていてください。頑張ります。どうも、山崎恭介です。オープンに出たら余裕で優勝しちゃうでしょ。杉中くんですね。年下に負けてらんねえっつやつですね。杉中くん足でかいです。めちゃくちゃめちゃくちゃわかるけど、いや山崎に勝てるのかと。サイヤマングレートさんですね。次は選手として隣に並ぼう、はい、優勝早い、はい、肌で感じる。行けばわかります。これがボディービルかと。僕のボディービルとハックスクワットは大体一緒。職業ハックスクワット。職業ハックスクワットです。マグタンク。今回弱いんですよね。よりストリックとかに弱いんですよ。おい、杉中、腕トレやってんのか。おい。サイヤマンさんと山崎恭介さんには負けたくないです。絶対負けます。マスキュラーフィジークの日本チャンピオンなのに東京選手権1位ピック敗退しちゃったんでしょ。俺通ってるから去年ハックスクワットやってないだろ。山崎恭介君とか山崎恭介君ちょっと聞いたことない感じですね。あの一応今回は部位別のショーありますんで。あ、なるほど。腹筋もあります。あ、じゃあそこだけはなんかちょっと狙いたいですけどね。はい。来年引退されるんで、それまでに順位を超えたいっていうのが一番の目標で、今第1回目なんで、そこは取りたいですね。本当に優勝しか狙ってないですね。僕のことをすごいめちゃくちゃに言ってる方々がいたんで、絶対に譲らねえと思って、自分の持ち味である一番に詰まってるところを見ていただきたいなと思って、第1回目のジャッシーカップ必ず優勝するんで、応援していてください。まあ、本当に最近出てきてすごい勢いでボディービル界隈をかき回してる選手であるので、高校から始めて社会人の3年目までやってましたね。
しっかり仕上げて大会に出場しますので、僕のプロポーションだったりとか、そのバルクとか、そういうのを見ていただけたらなと思います。全国転勤を経験してきたので、ミスター東海、ミスター九州、ミスター関西、3つのブロック大会で優勝してきました。同年代の選手には負けたくないなというふうに思ってます。私自身のアピールポイントとしては、アウトラインと大胸筋というふうに認識しております。今回、流行る第1回目のジュラシックカップに参加できることを大変光栄に思ってます。少しでもいい順位残せるように頑張ります。その人と並びたいとかっていう方が僕は結構強いんで、奥さんも一応競技者としてやられてたんで、まあ、そこはいろいろ助けてもらってますね。ジュラシックカップでも優勝して賞金しかいただいて、家族と楽しみたいと思います。自分の体的にはめちゃくちゃ調子がいいんで、まあ、100% 状態で臨めると思いますね。出る自信で言うとあります。ステージで見ると、おこいつはでこれから素質あるんだろうなって思って、鈴木雅史をこうちょっと一回り小さくしたみたいな感じ。まあ、彼もポージングめっちゃうまいから、フリーポーズ。珍しいですね、そこまで後藤さんが言うのは。2021年のジュニアで準優勝。でその次の22年が東日本は優勝。3年前に亡くなってしまったんですけど、成田春夫さんの方もボディビルの競技を やってた方 で今年から、自分が引き継いで代表になった感じですね。シーナ拓也×ゴード工事みたいな、おちょっとリスペクトを込めたフリーコースやりたいなと思ってますね。まあ、そうですね、杉中選手をもう一回ちょっとリベンジしたいというのがありますね。自分はそのボディビルのかっこよさとか美しさとか、面白さっていうのを全て表現できるっていう自信があるんで、それこそボディービルを初めて見る方でも一瞬で引き込めるような、そんなステージングをしたいなっていうのを思ってますね。普段のお仕事ということで、消防士をしております。自分史上一番の体で出るぞと、そういう気持ちになりましたね。全体のバランスというのを見ていただきたいと思います。ボディービル競技歴25年の、まあ、集大成として全力で挑戦したいと思います。よろしくお願いいたします。 IFBB プロ今、まあ、ナチュラルで目指すっていうところをやっていて、まあ、なかなか自分では証明できなかったので、ちょっとまあ本当に自分のタイミングが来たかなっていう。絶対にドーピングチェック選んでほしいな。最終的にもうナチュラルでオリンピアのステージに立つっていうところまでちょっとイメージしているので、まあ、本当に他団体から来てますけど、まあ、これまでそういったいわゆるまあドラッグを使っているような環境で戦ってきたので、まあ、しっかりそこで戦ってきた強さを見せたいと思ってます。この1年は、競技力の向上に努めるっていうことが自分自身は、できていなかったなって思っていました。迷走してたなっていう。今年、予選落ちっていうのを初めて体験しました。いろんなメディアいっぱい出ていたので、すごく葛藤している気持ちがあって、何してるんだろうなっていう。僕はボディービル、日本一を取りたかった。それだけなのに、なんで今バラエティの番組に出てるんだろうな。病気とかじゃなくて嫌いになって1ヶ月間筋トレをしなかったという時期もありまして、ナチュラルボディービルディングを絶対極めていかないといけないなと思っていまして、食事、睡眠、筋トレのこの3つだけをできるような状態に戻したくて、坂本春人が出てきたなって思うようなボディービルを取りたいですね。
すぎな格好になるのかなと思うので、ジュラシックカップならではの勝負っていうところをちょっとこう見せれたらなっていう、僕で言うとこういう形のラインっていうところのバランスっていうところを見ていただきたいのと、単純にまあ日本選手権の選手っていうのがまあステージでのオーラっていうのは違うと、そこの時点で違うんだぞっていうところをちょっと見てほしいなと、まあ僕がちょっと100万は取っていこうかなと思ってるんで、はい。もともと僕も結構ガリガリでトレーニングスタートしたんで、弱い自分にコンプレックスがあったんで、鶏胸肉おわ鶏もも肉なんでチキン限定なんだよ。僕やっぱりボディビルが一番好きで、目標なんだ全日本ボディビル選手に優勝です、ね、サイヤマンさんと山崎亮介さんには負けたくないっす、絶対負けない。そう、もう間違いなく背中です、ね、背中だけだったら多分日本選手権の中でもまあまあ戦えるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、それぐらいの意気込みでちょっと背中そう言っていただいてるんだったら、ちょっと過去最高の自分の背中を作っていきたいと思います。イケモニーシモンです。キラン、ずっとボディビルで日本一目指してて、杉中くんとかロイさん、やっぱりノリに乗ってるので、ちょっと、いや、イージーですよね。ロイさんもトレ歴2年ですよね。僕、中学生の頃からやってるので、負けるわけないかなと思います。ここまで培ってきた、勉強してきた栄養学、解剖学全部活かして、勝ちます。家族連れてハワイ旅行にでも行きたいなと、大きく使いたいなと思っております。しっかり絞り切って、優勝したいと思います、ジャイアントキリングして。はい、プロポーションがとにかくいいですね。全体的なやっぱりウエストの細さと、あとポージングのうまさと、ボディビル競技に関しては来年以降は一旦ちょっと考えてないです、競技に関しては。やっぱり自分の見てほしいところはもうトータルの体の感じで勝負してます。ちょっとダークホースで優勝狙っていきます。ちょっと意地を見せたいなと。僕はチャンピオンで一応あったのにもかかわらずマスキュラー行った方がいいとか言われてて、でかくしないようにってなんかトレーニングして追い込むんで、僕のフィジークはおしまいです。もうシンプルにワクワクしてます。新しいこと挑戦するってすごいいいですね。鍵盤が断裂していました。左肩の中でブチブチっていうね、すごい嫌な感触とともに激痛が走ったんですね。僕だったら絶対出ないですね、あの状態だと。その自分の長所という部分では、まあ、誰にも負けたくないという気持ちはありますね。